と行動を起こすって本当に実は大変なことなんですけども、一人が勇気を出して行動を起こしたことでこんなにたくさんの人が集まってくださって、そして素晴らしい今が今の時間となっているんです。そして今日はそのくにちゃんの思いをたっぷりと聞いていただき、くにちゃんの気持ち、そして今日のこの、出ていただいて、この FOP の時にどんな活動をしていくのか、そして何が私たちにできるのかということをいろいろと聞いていただきたいなと思いますので、ぜひ皆さん一緒にこの番組を聞きながら一緒にいろんなことを考えていただき、その時間を過ごしていただきたいなと思います。ゲストさん、ではゲストさせていただきたいと思います。いつもね番組でスポンサー
前30センチの奇跡にあなたも釘付け。大阪ミナミマジックバーサン&ムーン。本当に
っていこうと、できることが本当にできなくなっていく、それは本当に歯がゆいし悔しいし、でも誰にも褒めることができないので、でもその研究をしてくださる先生方がやっぱりいるっていうことはすごく希望が出ることですし、それだったらやっぱりお薬ができるんじゃないかっていう希望を持って、大きな夢を持って、まあ、今進んでいます。なので本当に私たちだけでは抱えきれないんです。で、大きなやっぱりこれは神様の宿題だと思うので、それを本当に多くの皆様と考えていけたらな。で、一歩一歩お薬ができるのに近づいてきているので、でも難病エコフィーだけではないのでね。研究所を応援したいという思いがすごく大きくて、で、まあ、iPS 細胞研究所を応援するっていう意味で、皆さんからいただいた温かいご意見を、まあ、活動費と研究促進費という形で日本だけにして、まあ、使わせていただいてます。で、研究所に貢献するっていうことは、エコフィーだけを、まあ、今研究してくださいっていう意味ではなくて、研究が進むようにという思いで、IPSF 研究所に年に1回寄付をさせていただいています。本当に多くの皆様のご理解があってこそ、今から皆様にはこれからもね、どんどん発信して続けていきたいなと思っておりますね。はい、私たちもね、魅力だから協力させていただきたいと思います。はい、FOP だけじゃなくて他の難病もというところで、やっぱり私もそこに書くところで、自分だけじゃなしに広く皆さんにっていう感じで、1分の進行がね、口が2-3ミリでしか動かないので、全部筋肉とかが関節とかもすでに動かしてしまう、動きがなかなか取りにくい、で、その外的衝撃とかで、いつ進行するかわからないっていう、なんかその進行を見極めながらも、こういろんな難病で、他の難病に持っているもので、病気を始めているのは、普通の人じゃできないみたいな。10年、どんな自信やしも移り変わりもあると思う。
なおっていうことをしてきただけなんで、そんな大したことはしてないですね。毎回ライブの時にその話をするってことですよね。そうなんです。それだけですよ、僕がやってきたのは。ですよね、あの行き当たりばっちりのですね、エンディングテーマとしても使わせていただいて、ありがとうございます。あのこれ、そういう理想の振り方としていただいたかなと思いますね。あの今までのね、東大さんの関係っていうかね、どんな感じですかね、東大さんの馬場からね、どうですか、兄さんね、トモさんはですね、ラジオになるとちょっとよそ行きになるんですよね。ですよね。普段はあんな何言うてんのみたいな。そう、私も知ってる。北海道関西のお姉さんって感じですけど、そんな感じですけど。ね。なんかね、もうちょっとこう。おとなしいのかな。そうでしたか。おとなしいのかな。でもね、なんかパラフルじゃないと。私もご縁があって、つながった時に、まあ、どんな活動をされてるのかっていうのを、その募金活動とかに足を運んだりして、見させていただいて、まあね、いきなり何ができるだろうっていうのは分からないので、けどお手伝いしたいっていうことで、募金活動に行ったら、高校生のボランティアの方が声を張り上げて、募金活動されてる。でそのお傍らで、大人の方が中心は高校生だからっていうことで、そんなやり方とかを見てて、素晴らしいな。で高校生も純粋でね、こんないい高校生がいてるんやと思って、その場面を見ただけで感動させてもらうというかね。ね、高校生は今ね、息子も高校生なので、今同じ年代だからこうね、っていう考えで。自分たちが何ができるんだろうって一人一人がそれを考えてくださっているので、で、まあ、自分を応援することから、まあ、他の何回もつながっていく、ね、まあ、研究所を応援することで、まあ、言ったら他の何かだからもう育児を通してっていうような考え方を皆さん持ってくださっているので、それはすごく、まあ、ありがたいなって思います。私その小学生ぐらいの頭が出てたんですよね。そのご縁からフェイスブックで毎日発信しているブログに見た時に、やっぱりそのテレビを見た時に何か自分にできないかなっていうことを思ってたんでしょうね。そのきっかけっていうものが一個のブログだったので、毎日続けることとか、神様からの宿題を持っているものですね、日本の風船を飛ばすこと、それは大事やなと思って、でも本当にこう痛みが出かけない時もあるんです。でもやっぱりこう応援してくれたさん人がやっぱりこう毎日毎日増えていくので、それはもうありがたくて、そう、それを言い続けたからこそ、まあ、今あるのかなとも思いますし、こうやって嬉しいことも辛いことも素
素直に発信してくれてることが、それがまたあの応援してる人たちが嬉しいですね。そこにすごく逆に励まされるところが。ありがとう。遠くから。こんなに辛い思いしながら、ね、頑張ってブログ書いたりとかしてるとか、ね、もうその日その日の出来事をこうみんなに伝えてるってことだけでも、本当にあと写真、もうブログ見るとね、一君の背中の写真とかが必ず、載ってますけど、大変な、ね、状況なのに。応援してくださる方いっぱい出てくるかと思います。で、コーダー
さんだと、ライブなんかもね、ちょっと一応うちでやってたとか、そういう、どんどん広がる、応援がどんどん広がるかなーなんて思ってますね。はい、まあ、いろいろね、いろんな方が、セッティコンサートとか、そういうの企画をされているっていうのもありますので、もし、後半ですね、何かこうお知らせすることとかありましたら、また教えてください。はい。FM ギグのボス、冴澤翔輝がその情熱の源流と未来を語ります。FM ギグ特別講演会、情熱の羅針盤。11月13日、18時30分より会場はメルパルク大阪。ゲスト講師にミリー山下、おさむシェフ、内田達夫。前売りは3000円、9月14日よりチケットピアにて発売開始。なぜ FM ギグはあなたを輝かせるのか、その秘密がついに明かされます。Thank you.
今日はね、あの公開収録ということでしたが、まあ、普通のスタジオでの収録みたいな感じになりましたが、はい、これから今後もいつもね、楽しみたいと思いますので、フォービリングの方もよろしくお願いします。はい、それでは最後までね、竹頃、はい、では皆さん、今週も行き当たりガッチリ、ありがとうございました。反対向けてこっちや、こっち。